明治初期の神戸協会阪神バンドは、アメリカンボードの選挙によって誕生した、神戸と大阪のクリスチャンの群れを指す名称。特に、神戸のクリスチャンの集団を、神戸バンドということもある。行動機は、たくさんほら、市川栄之助など、DC グリーン選挙師の伝道によってできた、神戸協会に連なるグループを、神戸バンドと呼ぶことを提唱している。重吉治はこれに、 たくさんホラによって大阪に設立された教会も共通した特徴を持つがゆえに加えるべきであり、阪神バンドと呼ぶことが可能であると提唱している。シゲルによると、このグループの特徴を顕著に示すのがたくさんホラの何は協会であると述べている。このグループは熊本バンドと同じ回収派であるが、その特徴のゆえに、新島女王、同志社、熊本バンドの流れとは異なっている。 その特徴は、外国ミッションの援助を受けない自給自立の教会であること、祈祷会、聖言手、純潔、禁酒禁煙などのキリスト教倫理の実践、熱心な伝道の3点が挙げられる。また、大阪と神戸の教会の連帯のうちに71雑報が創刊される。また、1878年には日本キリスト伝道会社が設立され活発な、 運動が展開された。熊本バンドと共に、日本キリスト組合協会の活動の重要な原動力になる。笠井明雄、佐野康と、重吉獣、たくさんほら日本キリスト教団出版局、1977年。ありがとうございます。